どうも、田畑ブラザーです。兄のよしきです。本日はですね、近畿大会組み合わせが決定しました。というわけでですね、以前にね、近畿大会徹底予想という動画を出させていただきました。そして自分自身も約10年前ですね、近畿大会を経験してなんとか選抜甲子園に出れることができたんですけども、組み合わせを見ましてね、面白いよ、これ面白いよ。というわけで、以前の動画が僕の想像よりは再生数取れてたので、まあ、今回もね、ちょっと近畿大会の、ベスト4予想をしていきたいんですけども、まず、近畿大会 A ブロックと B ブロックに分かれてます。で、 A ブロックからベスト4が2チーム出ます。 B ブロックから2チーム出ます。で、この4つのチームが甲子園確定します。まあ、厳密に言うと、不祥事がない限り選抜当確ということになります。不祥事があったら出れません。でですね、あの A ブロックの第1ブロックみたいな、 A ブロックの中にもちょっと分かれてて、 A ブロックの第1が、まあ、もし勝ち上がればですけども、大阪桐蔭対報徳学園が甲子園をかけて争うんですよ。これでちょっとこの話の考察は面白いので置いときます。こちら、田畑ブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん、概要欄から LINE 登録して見積もり発注よろしくお願いします。そしてこちら、田畑ブラザーズのオーダースーツで、お客様のスーツ今2着あります。これはね、あの僕のお客様が2着購入してくださったんですが、夏流行りのブルースーツです。この夏の時期はね、やっぱブルーで、で清潔感もあって涼しさも演出できるということで、でこちらがですね、グレーのチェックのスーツでして、ボタンと裏地で両方ね、この茶色で揃えてまして、非常にかっこいいかなと思います。これね、あの僕がヒアリングしながらお客様と共にね、形とか配色を決めていったんですけども、完成品見て満足していただける商品になったんじゃないかなと思います。オーダースーツの方もぜひよろしくお願いします。で、まずは A ブロックの第2から、僕の大注目してる京都国際が入ってます。この A ブロックの第2からベスト4が出るんですけど、1チームね、言わせていただきます。滋賀1位近江、大阪3位広告、京都2位京都国際、和歌山2位田辺、こちらのチームから1チーム甲子園出ることになるんですけども、僕は京都国際が出れると思います。絶好の枠というかね、まあ、1回戦田辺は多分コールドで勝つんで、次の試合ね、近江対広告、ここがね、どうですかね、近江がどこまでやれるかやけど、僕は京都国際押してるんでね、ここは勝つんちゃうかな、勝ち切ってくれると思うんですけどね。まあ、近江対広告も、多分広告も多分俺強いと思うよ、今年。今年大阪多分3強抜けてますよね。多分3位決定戦コールド勝ちしとったぐらいなんで、京都国際でしょうね。じゃあ次は、B ブロック第1位。京都1位、京都外大西。滋賀3位、彦根総合。滋賀2位、滋賀学園。大阪2位、履正社。このブロックはですね、履正社が勝つと思います。まあ、京都と彦根総合の試合は京都が勝つと思うんですよ。さすがに滋賀3位は負けへんと思うけどな。で、履正社もね、まあ試合見させてもらいましたけども、ほぼ大阪桐蔭と変わんないですね、実力的に。僕は拮抗してると思ってるんで、ほんまにね、この時期の履正社強いんですよね。まあ僕たちの10年前も大阪2位で、近畿大会出て、普通にベスト4入ってましたからね。その時も、まあまあそうやな、そう、普通に入ってたから、強いと思うよ、秋は。なので、この組み合わせだと、履正社が行くと思いますけどね。で、B ブロック第2。奈良1位、智弁学園。兵庫2位、須磨翔風。和歌山1位、耐久。兵庫3位、社。これはちょっとくじ運良すぎて、智弁学園が行くんちゃうかなと思うんですけど、まあ、智弁学園の評価は僕低いんで、須磨翔風社
がもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ順当にいけばなら1位智弁学園かなと思いますけどね。まあまあこれ組み合わせなんで試合見てからになりますけどね。それではメインブロックの大阪桐蔭のいる A ブロック第1位、大阪1位大阪桐蔭、奈良3位高田商業、兵庫1位報徳学園、奈良2位奈良大附属。まあこのブロックはね、正直言って、まあ大阪桐蔭に行ってほしいと思ってたんですよね。いやもちろん今でも思ってるし、まあ条件としてはまず1回戦奈良3位の高田商業にコールド勝ちしてほしい。今年俺奈良のレベル低いと思ってるから、多分ね僕の予想いけると思うんですよ。じゃあ大阪1位プラス1回戦近畿大会コールド勝ちしたということで、かなり選抜出やすい状況になります。僕たちの時もベスト4に残れなかったけど、そういう勝ち方して甲子園何度か行けたんで、まずは1回戦コールド勝ちすることを目標にしてほしいんやけど、まあなんでベスト4は大阪桐蔭ですって言い切れないかというと、僕はねこの近畿大会で相性悪いの報徳学園やと思ってたんですよ。負けるなら報徳ちゃうかなって思ってたんで、ちょっとまさかのねベスト4をかけた試合で報徳学園と大阪桐蔭が対戦するんですよね。嫌やなーと思いながらね見てました。負けるなら報徳ちゃうかなって思ってましたが、まあ予想するなら僕は大阪桐蔭が勝つと思います。まあ、これはちょっとね根拠がありまして、僕は報徳ねちょっと兵庫の大会の勝ち方とか見ても打てないと思うんですよね。コメントで YouTube のコメントくれてた人が言うには、去年も予選全く打てなくて近畿大会で爆発して打ったみたいな感じのことを言ってたんですけど、いや今年は無理やろ、そんな調整の仕方ないし、たまたまたまとしか思えないんで、大阪桐蔭の投手陣からあの報徳のバッター陣打てると思えないんですけど、ただまあ報徳がその YouTube のコメントを引用するなら、打てる可能性あるとするならば、大阪桐蔭と報徳のピッチャーってちょっと似たり寄ったりというか、身長がちょびっと高くてまっすぐ145ぐらい投げてみたいな、で右ピッチャーでっていう同じようなピッチャーがいてるんで、そのピッチャーでどれだけ練習詰めてるかっていうところ、まあ、逆に言うと大阪桐蔭も同じこと言えます。だから同じピッチャーで練習してるから、それぐらいのピッチャーの方がもしかしたら合うんじゃないかなみたいなっていう感じになるんやけど、まあ僕は大阪桐蔭の方がなんか引き出し多そうな感じやけどね。うん、でも報徳もその打てないっていうの分かってるから、兵庫大会決勝でこうスクイズしたりとか、なんかそういう戦略的な野球してきそうだなっていうイメージ、まあ、以前の報徳とは違いね、ここが一番面白いかなと思います。まあ順当に勝ち上がればまずは1回戦ですけども、まあ近畿それぐらいかな。見物は大阪桐蔭対報徳学園よ。うん、これは舞島でやんのかな、見に行こうかな。10月28日の14時から順当に勝ち上がれば舞島で大阪桐蔭対報徳学園があるということで、まあ、この動画がいつ上がってるか分かんないんですけど、僕の地元の和歌山県一応触れておきます。まあ、両方、まあ、勝つ可能性があるとすれば大久高校ですかね。和歌山県1位が兵庫3位にの社に勝つんちゃうかな。これはまあ1回勝って21世紀枠狙ってくださいっていう。田辺はねちょっと厳しいね、京都国際と試合やから。あとまあね、各都道府県の代表が決まってからこの近畿大会までの期間ありますよね。この期間にいかにその近畿大会へ向けてのチーム力ドッて上がってるかっていうところが非常に大事になってくるんで、その辺もね全て初戦の戦いに出ると思うから見ていきたいなと思います。結構豹変してるチームあるんで、予選とは違うような戦いを期待して近畿大会楽しみにします。ベスト4予想、大阪桐蔭、京都国際、履正社、智弁学園になりました。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。